今回は、ブリーチ千年決戦編決別談第25話、第26話に対するネット上の感想と反応を紹介していきます。ゼロ番隊すげえ盛られてる、楽しい。ゼロ番隊が勝った？本来これくらい強くないとおかしいよな。まさにこれこそがゼロ番隊の戦いだな。アニメが原作を超えた希少なアニメだ。原作との相違点。天次郎 VS ハッシュの戦闘追加。千住丸 VS 石田の手芸部門バトル追加。和傘の上で霊視の弾を転がす千住丸。大悦がリジェに殺されず千住丸に救われる。ロバートの霊圧が消失でバンカット。お正が白くなる。ゼロ番隊 VS 新鋭隊大幅追加。千住丸の挽回者立つからガラシガラミの辻。原作だとここでゼロ番隊の描写終わり、ここからお正 VS 陛下が始まってその戦闘終わった時に倒れて負けてるゼロ番隊の面々が書かれるだけだった。挟んでおいたよ。月島さんもう過労死してない？カルピスの現役どころか知らないカルピスがお出しされたんだが。最終回盛りまくられてて笑うわ。やっぱり総監修は強いな。追加分多すぎて笑った。原作で漏れなかったところアニメリソース使ってやりまくってんなこれ。しかしこれやっぱり下から吸い上げていきってるのもどうかと思う新鋭隊。黒アリもアニオリなの？陛下と和尚のバトルはほぼ原作通り。まさかのコン、まさかの死神図鑑。死神図鑑の新作はマジで想定外なんだが。ギャグシーンの回収そこで雑にやるんかい。どうせならこれやってほしかったわ。BD 特典だな。マジでありがてえ死神図鑑が令和に復活するなんて。死神図鑑もっと見たいぜ。決戦編はオサレポエムの予告ばかりで寂しかったからな。だいたいアニオリはゴミなのに今作のアニオリは神だね。原作者元の保管だし実質原作みたいなもんやけど。千住丸の挽回はたまげたな。あれ、他の3人の挽回も同じ仕組みで他誰か3人犠牲にしないと使えないとかなのか。一番見せ場なかった千住丸にまさかの挽回の機会はナイスだね。次は来年なのね。完結2025年になるのかこれ。ナックルが大悦から逃げてるシーンって本来グリム城から逃げてるシーンじゃないっけ？まさか今後の展開変わる伏線。微妙に原作の今後を思わせる描写がちらほらあったよな。リジェに攻撃が効かなかったり、ジェラルドが凍らされたり。ハッシュに炎の攻撃もこれ多分に負わせだよな。うむ、もっかい追いかけっこはないだろう。FF7 リメイクみたいに世界線が原作から分岐した。基本軸は踏襲しつつ、対戦カードが変わったりとかはありそうだよな。これこうなってくると最終第4クールが未知数だわ。いろいろ盛られる可能性も出てくる。お正以外は挽回好き勝手使えないのにお正だけは真打ち使えるのってなぜや。やっぱお正だけはゼロ番隊の中でも特別扱いか。バンビーズも生きててよかった。まさかのプチミレジ。確かに言われてみればその組み合わせだな。リルとジジがウスベイレン回避しててうまく改変したなぁ思ったらバズビーはもろに食らってて笑った結局うんと根性あれば耐えられるんかい。こうもサービスされると今後のストーリーへの肉付けも期待せざるを得ない。最後いつの間にかバーンザウィッチになってそう。ゼロ番隊の命犠牲にしなきゃ発動できない挽回ってコスパ悪すぎだろ。ゼロ番隊は名前呼ぶだけで簡単に復活できるんやで、実質ノーリスクや。ゼロ番隊はお正がいれば蘇るしお正はそもそも不死身だから実質不死身みたいなもん。死んだところで何の問題もない。千住丸の挽回ってどういう能力なの？原作にも小説にもゲームにもないから誰もわからない。とりあえずモチーフは八大地獄？挽回名も、射達からガラシガラミの辻、らしいし。千住丸の挽回は凶楽とローズの合わせ技みたいだった。重装体全軍以上の強さにも納得。概念系挽回でなおかつ相手に合わせたメタ処刑がオートで発動する感じに見えたな。千住丸の挽回は相手の未来、死因と対応してるな。ここで未来の因果を決めるみたいな能力か？死因の因果を引っ張ってきてこの場で殺す反物にする？なのでは、水月も意識してそうだったな。千住丸の挽回、凶楽プラスローズプラスの花って感じで重装体全軍異常感出してるのかね。天次郎の赤い湯が水月っぽいと思った。正直全員分の挽回疲労でもよかったな。3人リリースで1人分の挽回じゃ釣り合わなくね。あまりにも力が強すぎて挽回なんぞしたら3回が壊れかねないから4人でお互いを封印していたことが判明したゼロ番隊。原作でええ。ブリーチでよくある ?3 回揺らぐってマジでヤバいんだよな。くさびとなった霊王が抑えきれてないってことだから。大体お正抜きのゼロ番隊イコール13体なのかなって印象だった。それにプラスお正だから忍ぶよねって。山じじいより千住丸の方が強そう。
0番隊は全員山ジジイより強い設定だと思う。本気出したら3階に悪影響あるから、全員の命で縛って1人しか本気出せないようにしてるわけだから。強そうじゃなくて強いと思う。兄より補完のおかげで0番隊は5艇13隊全軍以上って言ってたの信じる気になったわ。山ジジイですら挽回使い続けていると今いるその世界が滅んでしまうっていうのに、兄よりで大幅にインフレが進んだ気がする。ゼロ番隊こんなに強いならアイゼンの時も協力してよ。守れねえから助けてくださいじゃ後手の虹の長なくぜ。結局イチゴに泣きついてなんとかしてもらったんだからとっくに泣いてると思う。ぶっちゃけおしょうって死神嫌いだと思う。万物貫通が夕飯に当たらなかったの初見じゃわからなかったが、言ったはずだ。銃口と標的の間にあるものを全て等しく貫通する。って要するに標的と定めた OS を貫通した時点で効果が切れたのか。OS と同一射線上にいたバッハが無傷だったのって、万物貫通はどこまでも貫通していくんじゃなくて、作用するのはあくまでリジェが視認して設定したターゲットまでってことだよね。意外と資格あるなこの能力。トロンペイって回避できればアイゼン当選100夜ならワンチャン貫通できそう。何気に温泉の足が速い設定活かされてたのは良かった。金ピカは結局謎の視界だったが兄折だけど、石田と千住丸当てるのとか、石田が女キャラと縁ある手芸つながりで、いかにもブリーチっぽいやり方でいいな。まあ師匠が関わってるんだから当たり前なんだが、知らない挽回で石田もやられてんの笑った。石田も巻き込まれてやられちゃったけどいいのか。むしろ石田が巻き込まれないとここから逆転できないんじゃないか。見た感じ石田が千住丸倒すんじゃねえかな。リアルタイムで追ってた時は不満あったけど、やろうと思えばできるんだねー。ジャンプ週刊連載の弊害なのかな。久保先生は才能ある作家なのは間違いないと改めて思った。衝撃的に面白かったわ。またいいところで終わったな。エンディングもかっこよすぎるし、最後にカットされたキングオブニューヨーク見れてよかったわ。ただリジェの先ほど出す暇がなかったの文言だけはやっぱりどうかと思うんだけどな。いきなりゆるるんとか言われても困るから徐々にアホなところ出していかないと。バンビちゃんのラブシーンちょっと画面暗くない？ジジヒデーショー、バンビちゃんかわいそう。ゾンビちゃんが死にたくないよってバンビちゃんに腰へこしてるように見えてよかったですね。来年までブーム持たないよ。なんで分割にしたのか意味わからない。なんでってスタッフ殺す気か？こんなクオリティでこれ以上続けたら死人出るだろ。分割するにしてもなんで4クールなんだ？3クールでよかった気がする。完結が再来年ってよほど熱心なファン以外熱冷めちゃうんじゃ。これは思う。4クール目なんてまるまるユーハバッハとグダグダバトルしてるだけになりそう。ほんまにブリーチはアニメスタッフに愛されてるな。千住丸に持ってかれたけどキリンジも原作の集大が嘘の様に輝いてたな。アウスベイレン前とはいえポテトの盾引いて一気打ち制するとかバズビーの1万倍は強えじゃん。通過ギフト、バル温泉でかき消してるから絨毯より強いんじゃねえか。ナックルの言う通り相性の問題かもしれないが。あとナックルバールの能力はキリンジと相性悪いって判明したな。3期1号なんの活躍もないのでは、2期もほぼ半裸で修行してたばかりだったけど。次はこれ。0番隊が盛られたんだ。1号がかっこよく決めるかもしれんだろ。でもここから新鋭隊とバッハで2クールは戦闘持ったとしても長すぎるよな。ほんと何やるんだ。原作とオリジナルの立ち位置逆転してもいいかなと思えるくらいにはいい終わり方だった。なんか兄よりでアイゼン挽回しないかなーって空ごとがバカにできなくなってきた。原作通りの兄よりって新しいな。これユーハバッハとの最終決戦も兄よりでものすごいことになりそう。ブリーチ千年決戦編決別ターン最終回のネットの感想反応いかがでしたでしょうか。最終回の盛られ方がやばかった。まさかゼロ番隊の挽回が見られるとは思わなかった。続きは来年だけど原作とどこまで変わるのかがすごく気になるところ。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。